耳で楽しむ美味しいスープレシピ、特別編、ここからは後編です。今日は料理家の今井真美さんを、ご招待して一緒にスープを作っています。前半も結構楽しかったですね。はい、とっても楽しいです。もう次は有賀さんのそうなんですよ、スープです、はい、ここからはちょっと私がスープをアウトドア向けのスープを作っていきたいと思います。はい、今日私が作るのは、魚介たっぷりトマトスープですね。白身のお魚、今日はタイを使います。タイとあとシーフードミックスを、冷凍のシーフードミックスを使って手軽にだけどかなりゴージャスな感じのスープを作りたいと思います。とっても楽しみです。はい、それでは材料からご紹介していきます。タイの切り身を、3切れ、これは白身魚の切り身だったら何でも大丈夫です。それからシーフードミックス1袋 200g のものを今日は使っています。それからプチトマトを1パック、玉ねぎを1/2個、ニンニクを2片、それからハーブ、これお好みのものでいいんですが今日はディルを使ってみたいと思います。それからこの乾燥のタイムですね、乾燥のタイムもちょっと使います。そして調味料として塩、あとオリーブオイルということですね。あ、ごめんなさい、セロリを忘れてました。セロリを1本使います。すごい立派なタイですね。そうですね、今日はかなりいいのが魚屋さんで見つかりました。アウトドアだと今日は高原というか山なんですけれども、はい、海のそばなんかで料理することもあるかもしれませんので、はい、そういう時は新鮮なお魚でやってください。なるほど、はい、でも調味料はお塩だけ。そうですね、調味料は塩だけです、はい、今日はハーブを使うのでその香りで食べていきたいと思います。はい、じゃあ早速作っていきますね。まず一番最初にやらなきゃいけないのは、はい、お魚にちょっと塩をしていくということです。今日はシーフード使うので、生臭さをどうやって取るかっていうことなんですね、はい、で塩をこうやってパラパラパラーっと切り身の上から振ってあげます、はい、でそんなたくさんじゃなくていいんですけれども、薄く表面に薄くまんべんなくこうつくように、はい、少し高いところからこうやって振ってあげるとまんべんなくつきますね。本当ですね、はい、でこういうふうにしてこれをこのまま10分ぐらい置いておきます、はい、その間に他の処理をしていきます。でシーフードミックスも完全に解凍して、はい、でしっかり水気を切って、でなんならそのペーパータオルとかで水気をしっかりこう取ってください、はい、この中によく袋の中に溶けた水が溜まっちゃったりしますよね、うんうん、あれが意外と生臭みの原因になるのでこの水をしっかり拭き取っておいてください、はい、でこれでお魚の下ごしらえができました、はい、次にじゃあ野菜を切っていきましょうか、はい、まずニンニクですね。ニンニクは2かけ、ニンニク2かけ、そう、大きいのだったら1かけでもいいです、はい、今日はちょっと小さめな感じなので、はい、2かけいこうかな。なるほど、はい、今日のスープはアウトドアということでレシピ作っているので、はい、割とアバウトです。少しずつ材料が多かったり少なかったりしても、はい、全然大丈夫なので、なるほど、おおらかな気持ちでいきましょう、はい、でニンニクは皮をむいたら潰しますね。おいう感じで、もう一個バシッとかなり、はい、なんか時々滑る時ありますよね。滑っちゃいました、はい、じゃあ次は玉ねぎね、はい、玉ねぎいきます。玉ねぎは1/2個、そうですね、1/2個ですね、はい、そんなにいっぱいなくても小さいの玉ねぎだったら1個、はい、あ、飛んでいっちゃった皮が、うん、全部キャッチしていきます。ありがとうございます、はい、で玉ねぎは1/2個、粗みじん切りですね、普通のみじん切りよりもちょっと厚めというか大きめのみじん切りで、はい、どのぐらいだろう、 7,8 ミリぐらい、はい、1センチはないですね、そのぐらいのみじん切りでザクザクとこうやって刻んでいきます。もうじゃあ縦に切って横に切れば、そうですね、OK、はい、はそうです、そうです、なるほど、まあ、どういう切り方でも大丈夫です、はいはい、ちょっとアウトドアなんでちっちゃなまな板なんだけど、はい、ここで頑張ってセロリも後切っていきたいと思いますでもね、そうしますよね、そうそうそう、はい、小さなまな板で切れるぐらいの野菜で作っておりますので、はい、ご安心ください。なんか一種の目分量にもなりますね。そうですね、はい、まな板にいっぱい乗るぐらい、はい、そうですね、はい、これ25センチと20センチぐらいのまな板かな。でセロリは薄切りで、薄切りというかちょっと8ミリぐらいかな、これも、
こうやって ちっちゃく切っていきます。根元は縦に半分に切ってからスライスするんですね、はい、セロリって根元のところがちょっとセンスみたいに広くなっているので、はいはい、そこはちょっと縦半分に切ってから切ると上の方と大きさが揃います、うんうん、はい、これで野菜も切れました、はい、でね、トマトはねちょっとこのまま置いておきましょうか、はい、後で鍋に直接切り落としていきます、はい、まず鍋にオリーブオイルを大さじ3もうどこどこ入れてますけど、はい、3ぐらいたっぷり入れまして、はい、そこにニンニクを潰したニンニクを入れます、はい、じゃあ、ここで火をつけていきましょう。最初あまり強火じゃなくていいです。ニンニクのちょっと香りが出るまでは少し弱めの火で大丈夫です、はい、もう鍋肌に回るぐらい結構ちょっとオリーブオイルが、はい、そうですね、オリーブオイル結構たっぷり入ってる、はい、入っています。もうなんかすでにいい香りがなんでしょうね、はい、やっぱりちょっとオリーブオイルとニンニクの香りってなんかもう本能的に嬉しくなる香りですよね。嬉しくなる香りですね、はい、これは中火とかそうですね、このぐらいですか。最初は本当は弱火とか中火より少し弱いぐらいがいいと思います、はい、まあ、そんなに火加減もでも例えばね、うん、あのガスじゃない場合もあったりしますもんね、はいはい、そうですよね、はい、お鍋の中観察して焦げない程度って感じですかね、はいはい、そうですね、はい、あんまり焦がしちゃうといけないのに焦げやすいので、はいはい、だって今ちょっとパチパチ言ってきました。あ、パチパチ聞こえます、はい、香りもいい感じになってきましたかね、はい、香りも立ってます、はい、そしたらここに玉ねぎをまず入れましょう。あ、ちょっと立ち位置を、はい、あ、すごい香り。玉ねぎ入れるとまたねパーッと香りが立ちます。野菜を調理するところだけちょっと丁寧にやってほしいんです。そうすると、はい、あとはもう水入れて魚ボーンって入れてできちゃうので、ここでしっかりこうある程度野菜に油をなじませて、うん、野菜から出てくる水分と油をこうなじませるんですね、はい、それが大きなコツです。本当ですね、なんかいろんな技に使えますよね。そうです ね、はい、あのミネストローネなんか作る時もこういう風にして最初、はい、あの炒めていきますけれども、特に玉ねぎとかニンニクってちょっと匂いがあるので、はい、あんまりこうしっかり炒めないまま水を入れてしまうと、はい、その匂いが最後までスープに残っちゃうんですね。あ、だから玉ねぎとニンニクはかなりしっかりあの炒めた方がいいと思います。なるほど、はい、じゃあ魚介のスープに限らずいろんなスープに、ね、はい、はいはい、これベースに使えますので覚えてほしいと思います、はい、今玉ねぎはちょっと周り透き通ってきた感じになってきてますよね、うん、もうちょっと炒めてもいいんですけれども、まあ、セロリも入れていきましょうか、はい、ここでね、またセロリが一個一個野菜が入るとまたちょっとずつ香りが変わってくるでしょ、はい、変わってきました、はい、なんか私はあのアウトドアの料理は簡単な料理よりむしろもうしっかり工程があって料理するような料理もいいんじゃないかなと思うんですよね、はい、うんうんうん、さっき今井さんがあの 前編で作ったようなあのすごく簡単なスープも、はい、あのいいし、あとこういうなんかもう料理そのものを、はい、あの屋外で楽しむみたいな気持ちで、はい、あのいろいろ料理するっていうなんか楽しさがまたいつもと違った感じられ方をするかなって思います。で、さっきあのさっき弱火で始めたんですが、玉ねぎとセロリ炒めるときはもうちょっと火を上げていきます、はい、そして今また少し、火を落としました、はい、ここで、ね、トマトを入れていきます。でトマトは、うん、もうこのまままな板使わずにプチトマトなので、直に鍋の上で、うん、もうこうやって半分にどんどん切ってどん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 入れていっちゃってください。で、あの誰か、かき混ぜてくれる人がいたら火弱めなくてもいいんですけど、はい、ちょっと一人でやるときはあの焦げちゃうといけないので、はい、こうして、入れていきます。じゃあちょっと、はい、そうですね、ちょっと焦げ目がちょっと有賀さんのお鍋に、はい、お邪魔します。しない人は火を止めてからやってください。安全ですよね、はい、安全ですね、うん、はい、美味しそうな、はい、ありがとうございます、はい、じゃあバトンタッチで、はい、私これねミニトマト
もう入れてどん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 火が入るとトマトがこう切り口からどんどんジュースがこうじゅくじゅく出てきます、うん、それで、ヘラでね少し潰す感じでもいいです。あの火が入るとすごく柔らかくなるのでちょっと押すだけでふちょって潰れます、うん、でここでトマト、玉ねぎ、セロリをしっかりこうちょっと炒めてあげてください。このトマトのジュースとあの油とかがきちんと混ざるような感じですね。あ、また甘いトマトの酸味と甘い香りがしてきます。なんかこれだけでちょっとパスタソースとかもうこれでパスタソースになっちゃいます、ね、できますよね、はい、トマトの量が増えればあの普通にパスタのトマトソースになりますので、ね、ちょっと具材が大きいっていうところがそうですね、ゴロゴロお出汁兼具材みたいな感じで、はいはい、大きなトマトを細かく刻んで入れてもいいですけれども、うんうん、まあ、プチトマトの方が扱いやすいですね、はい、外だとね。あとまあこうやってあの結構大きな塊でゴロッと入るのがまた食べていて楽しいので、うん、今日はプチトマト、こうやってもうなんかちょっとソースみたいに、そうですね、はい、でここまで来たら初めて水を入れていきます、はいはい。なんかお子さんとミニトマトのねヘタを取るのもいいですよね。はい、もう絶対なんで家だと誰も手伝ってくれないのに外だとみんなやりたがるのっていうのありませんか。手洗ったみたいな感じになりますよね。そうそうそうなります、はい、でここで水を入れていきます。さあ今、500もうちょっと入れていいですね、はい、800ぐらい入れましょうか。はい、はい、これもね人数に応じて今日結構魚介いっぱい入りますので1リットルぐらいまでは入れても多分大丈夫だと思います。なるほど、はい、あのまあこれで 4,5 人分ぐらいはまあギリギリ取れるかなっていう感じですね。はい、はい、でちょっとこう全体混ぜたらここで、沸くまでちょっと蓋をしておきましょうか。はい、はい、それで、先にちょっとね、ここで鯛を先ほど使用した鯛を出してくるとちょうどいいぐらいの時間になってるはずです。なるほど、はい、こうするとちょっと水が浮いてるのが分かりますか。はい、鯛から浮いてますね、はい、ちょっと水が浮いてくるんです。だからキッチンペーパーでこれ押さえてあげると結構こう濡れる感じになるというか、このなんか出た水の中に魚のこう生臭みみたいなものが出てくるので、はい、これでまた一味変わります。なるほど、はい、ちょっとした手間ですけど、うんうん、やるとやらないのでもう全然仕上がりが違うので、なんかやっぱりお魚の独特のこの臭みっていうのが抜けた方が美味しいですよね、はい、そうですね、魚のスープはねやっぱりそうですね、うん、でこれをまああの食べやすい大きさに切ってください。はい、ちょっと今日骨がしっかりありますね。立派な大きい、はい、結構ありますね、しっかりしてますね。はい、はい、ここもちょっと大きいですね。ここ鯛の骨って硬いですよね。そう、ちょっと本当は出刃包丁とかあった方がいいんですけど今日はないので、はい、あの包丁の下の方を使って切りましょう、はい、アウトドアでね何本も包丁持っていけないですもん ね、はい、あ、これは大丈夫ですね、はい、鮭とかタラだともうちょっと切りやすいですかね、はい、鯛は少し硬いので。ちなみに鯛以外でもいいんですか、はい、あ、いいですいいです。だからさ今言ったようなタラとか、うん、それから鮭も白身魚の仲間なんです。鮭でもいいと思います。はい、他にも、サワラとかそういうのでもいいと思いますし、 ある魚何でも、あの、やっぱりマグロとかあと何でしょうね、うんうんうん、あのサバみたいなのだと少し生臭さが出ちゃうかな。なので、はい、あのまあ、白身の切り身とかだったら、はい、あの意外と何でもいけます。あとあのもちろんですけどイカとかエビとか あとアサリとか、あのそういう何でもあの普通魚介とかで、はい、こういうトマトスープに入ってたら美味しそうかなというものを入れるっていうのはありかなって思いますね。タラですとか鮭の場合もやっぱりお塩を振ってちょっと置いておいて、はい、水気を拭き取る、はいはい、タラの場合は塩だらっていうのがよく冬になると、はい、あの塩だら売ってますね、うん、あれを使う場合は、塩振らないでそのまま使ってください。そして、はい、味をつける時もちょっと塩を控えるような形にします。塩味がついてるので、はいはい、その分、塩が濃くなってしまうので。ということは普通のタラより塩だらの方が臭みが少ない。そうですね、はい、だから鍋なんかに使うんじゃないですか。なるほど、はい、あの保存性の点でも安心ですよね、うん、はい、はいはい、今沸騰するのを待っています。あの私は
今井さんのこんにゃくのチリチリっていうレシピがすごく好きなんです。ありがとうございます。こんにゃくを最初になんかフライパンでもう気長にすごい空入りするんですね。でそこに味をつけていくっていう料理 で、はいはい、で今井さんの料理の中って意外とその時間をかけて作る料理っていうのが割と多いかなと思っていて、はいはいはい、最近ってその時短料理とかその簡単料理が多いので、うん、皆さん食材の組み合わせで変化をつける方が多いんですけど、はい、今井さんは結構その食材をしっかり料理しきるみたいなレシピが多いなというふうに思ってます、はいはい。私はもう最近リモートワークとかも増えていると思うんですが、はい、準備が5分10分ぐらいで済んで、はいはい、あとは何かに任せて放っておくっていう考え方が好きで、冷蔵庫につけておくであるとか、うんうん、オーブンに、うん、で焼いておくとか、はいはい、フライパンで焼いておくとか、はいはい、多少目を離しても大丈夫な、はい、調理法っていうのが好きですね、うん、個人的に、うん、あそっか。だから意外と時間は長いけど、はい、案外作りやすい料理が多いですよね。なんか何品か作ってみたけど、本当にまあ、はい、確かに放置しといても大丈夫だなとか、はい、多少目を離しても OK かなみたいなのもあるかなと、ね、やっぱりみんな忙しいので、はいはい、その間に子供に絵本読んであげたりとか、はい、大人の方であったらその間にメールを一本返してたりとか、そう、ね、そういうなんか時間の使い方っていうのを結構考えてますね、はい、あいいですね、はい、なんかとはいえ私同じ料理家だからすごくわかるんですけど、レシピを作るときに時間を長くかけるレシピってすごく大変なんです、作るのが。だって一回失敗するとまた頭からやり直しじゃないですか。だから試作なんかもすごく時間かけてやってらっしゃるんじゃないかなと思って。そうですね、はい、もうひたすらお肉を食べてる時期もひたすら塊肉食べてる時期も、はい、あります。いやいや、でもそれだけやっぱり手をかけて作ってるレシピだからこそ、なんか安心して作れるっていうのもありますしね、はい、作ったものが全部美味しいっていうのがすごいなって思って。はい、まあ、こんにゃくチリチリもこんにゃくのこんな2キロパックを買って、はい、道の駅でよく売っているものは、はいはいはい、それでどうしたらこう、うん、美味しくたくさん消費できるかっていうのを、はい、さっき有賀さんと話した時に、はい、1種類のお野菜をたっぷり手に入れて向き合ってで料理するといい、はい、あそうですね、はいはい、皆さんって普段1種類 の食材をすごくたくさん料理する機会って少ないんじゃないかなって思ったんですね、はい、うん、でも私が料理スープの仕事を始めてからってやっぱりそうやって試作なんかで一つの野菜をものすごい何回も何回も繰り返し繰り返し同じ料理を作るんです。そうするとやっぱりうまくなる、自分の料理がうまくなるなっていう感じがすごくするんですね、はい、でも主婦で長いこと仕事をお家で料理をしてた時は、うん、何回やってもまた次にやる時までに時間が空くから忘れちゃうんですよね、うん、だから同じ料理をずっと繰り返して作ることって案外なんか上達への近道だなって思ったりしますよね。なんでしょう、毎日柔軟運動したら筋が伸びるみたいな、はいはい、感じなんですかね。さあ、じゃあここで、はい、ちょっとポコポコいってます。かなり沸騰しています。あ匂い、ね、2人でなんかまず鍋の前で匂いを嗅いでしまいました。ミニトマトの甘い香りが、はい、甘い香りがしてます、はい、でここで、沸騰したところで、はい、ここにまず、さっき塩をしたタイを入れていきましょう。もうどんどん入れていっちゃって大丈夫です。あ、ビジュアルが途端にすごい豪華です。ゴージャスな感じになってきましたよね、うん、はい、ここでねちょっとまた少し、これタイでちょっと出汁を取る感じですね、はい、タイでね煮ながらもうちょっと待っていきましょうか。はい、私は有賀さんのスープもういろいろ大好きなんですけど、はいはい、どんなスープを作っていただいてますか。なんかでも一番最新刊の豚汁の豚汁、そう、豚汁豚汁論争もあるんですよね。そうそう、豚汁レボリューションという本を出したんですけど、その時に私は豚汁、はい、私は豚汁っていう、はい、あなたはどっちっていう話があって、はい、今さんは豚汁なんですか。豚汁なんです。はい、どこ出身、どこですか。神戸なんですけど。関西の方は豚なのかな。関西、豚汁ですか。豚汁、お肉といえば豚ですか牛ですか。牛
お肉といえばね、そうそう、はい、そうそういうね、はい、そうなんですよ、はい、あのなんか地域性がすごくあって、九州は豚汁、うん、でも関西は豚汁、はい、で関東はまた豚汁っていうのもあるらしいんですけど、うんうん、最近は割とシャッフルされて、あのいろんな方がいろんなところにいるみたいですね、うんうん、なんかあの去年ぐらいのツイッターで、はい、有賀さんが最近すごい豚汁そうそうそうたくさん作ってる毎日、あの時はまさにそのなんかなんかできるんじゃないかなと思って実験してたんですね、毎日毎日。じゃあちょっとそろそろ蓋開けてみましょうか。おー、タイのねスープがちょっと白濁しているような、はい、そうですね、魚の出汁が結構出てますね、はい、ちょっととろみがねこれついてるでしょ、これさっきあのいいよく炒めてから、はい、あの水を入れてるので、うんうん、そのとろみが出てるんですね、はい、でここに、水をしっかり切って、ちょっとペーパータオルとかでね水気を拭き取ったシーフードミックスを全部入れちゃいます。シーフードミックスはねあっという間に火が通るものばっかり入っているので、解凍さえきちんとされていればあの本当に食べる直前ぐらいに入れる方があんまりこう縮まっちゃわないでいいですね、はい、うん、たっぷりですね、たっぷりですね、ゴージャス、 ゴージャスそして、はい、今日はちょっと特別編ということで、ハーブを使いたいと思います、はい、あの私が本当にハーブを使うのは珍しいことなんです。あのいつもはねあのお家にある調味料と具材でって言ってるんですが、まあ、本当にちょっとアウトドアであのスペシャルな気持ちでハーブ使うっていうのもすごくいいと思います、はい、でまず、乾燥のタイムを入れます。タイムっていうのはすごく魚介に合うあのスパイスで、うんうん、はい、よく今井さんも使われます、はい、大好きです、ね、あの育ててます家でも、すごい、はい、あの苗をそのまま置きっぱなしなんです、はいはいはい、生でもねもちろんいいんですけど、まあ、乾燥だとすごく手軽ですし、うん、はい、今日は実はもう一つなあの今度はフレッシュハーブです、生のハーブも、合わせて使いたいと思います、はい、今日は、ディルっていうあの、うん、ちょっとこのなんて言うんでしょう、なんていうの、芝生みたいなじゃないな、なんか細くてヒュヒュヒュっていうコスモスの葉っぱっぽい感じ、そういえばいいのねフェンネルとディルが ね似てるんですよね、はい、細い葉っぱの、植物ですね。最近だとあのイケアとかにね、あ、行くとよく、はいはい、あのサーモンについてるやつですね、はい、イケアのサーモンについてるやつイケアのサーモンについてるやつ、はいはい、あれ美味しいですよ ね、 美味しいですよね。でこれも魚介にすごく合うハーブなんですが、これをちょっと適当にちぎって入れます。後でお皿の上にも飾るので、はい、ここでは全部は使わなくて大丈夫です、うん、ちょっとねあの香りを足す感じでもすごいでしょ、入れた瞬間にパーってちょっと甘みのある香りなんですよね、うん、そうですね、うん、爽やかなんだけど、うん、ちょっと甘い感じの香りがします、はい、なんかもう素材を入れるたびに香りが変わりますね、はい、そうですね、うん、一つ一つその野菜とか、はい、お魚とかね、はい、こうやってハーブとか入れていくとどん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 香りが、また外でやってるから香りが周りに本当にわーって広がっていいですよね、うん、ハーブは、まあ、今日はディルなんですが、ディルあのスーパーとかでももちろん売ってます。あと例えばバジルとか、うんうん、あと何でしょうね、タイムとか、はいはい、とオレガノとか、オレガノなんか乾燥がいいですよね。なるほど。であの、はい、もちろんフレッシュなものが手に入らなかったら乾燥でもあのいいですし、まあ、これはあのお子さんなんかがいる場合は入れないで、後で大人のお皿にだけちょっちょって入れるっていう手もあるかと思います。あ、美味しそう。さあ煮立ってきました。どうでしょう。ほらいいですね、こんな感じです。さあさあもうこれ最初のねトマト野菜入れて水入れて煮立ったところで鍋のベースみたいな感じなんですよ、うん、だからあとはもうあの魚介がどんどん煮えていったら食べられるんですが、はい、さあちょっと味見もしてみますかね、はい、ちょっと待ってくださいね。でもこれ調味料はもう本当にね、はい、お塩だけですもんね。そうです。で、あのさっき、下ごしらえのために塩を振りましたよね、はい、それからシーフードミックスにも塩塩分がついているので、まずこの段階で塩味つける前に味をちょっと見てみますね。はい、はい、でここにだいぶ塩分入ってるんですけど、まあまあそこからこうやって味をつけていきます。わー、美味しそういいですね。味見って結構大切ですよね、
何回もやるといけないっていう人もいるんですけど、うん、私結構何回もやっちゃうんですよね、うん、私もですさあこれで、はい、魚介たっぷりのトマトスープの出来上がりです。素敵、おいしそう。もう見た目がゴージャスですよね、はいはい、まずそうですね。じゃあこれをちょっと今井さんに少し召し上がっていただきますね、もうなんか皆さんすみませんっていう私が代表してスープもねたっぷりで、はい、意外とトマトの色がしっかり出ているでしょう、はい。でこれ最後にね、あのハーブを好きな方はまたここにあるので、はい、こうやってちょっと追っていいですか、はいたっぷり入れますね。大好きです。はい、これでじゃあこれで召し上がりください。ありがとうございます。いい香り。もうほんまに食べていいですかいいですか、はい、召し上がりください。じゃあいただきます。ちょっと猫舌なんでフーフーします。おいしい。魚の出汁がよくねしっかり。おいしいです。おいしいです。めちゃくちゃおいしいです。あの思ってる魚のトマトスープのお味じゃないです。うんうん、なんか複雑な味なんです。香りがまずきて、はい、で魚介の旨味がぐわっときて、でお野菜の甘みが最後くるっていう感じ、はい、3段階で。はい、なんか生臭さも全然ないでしょ。全然ないです、はい、ふわっとしてタイが全然スカスカじゃないです。あ、もう、そうですね、噛むごとに旨味がじゅわっと、はい、あの魚のスープだと本当に水から魚を煮るっていうレシピもすごく多いんですけれども、うん、まあ、それだと出汁の方にはいっぱい魚のエキスが出るんですが、うん、どうしても魚がスカスカになってしまうので、今日はね、あの煮立ってから入れてますよね。それもあって、そういうことなんですね、はい、ふっくら仕上がっていると思います。これね、うん、ちょっと今日ね、実はちょっとバジルの葉っぱも持ってきてるんですね、はい、これちょっとトッピングして、ちょっといいですか、入れてみますね、はい、これでちょっと今度食べてみてください。あ、なんか急にイタリアンの、そう、はい、香りになりました。はい、あのバジルを入れると皆さんが結構知ってるイタリアンなお味になっていきますし、ちょっと安心感が出ますね。そうですね、うんうん、あと例えばサフランっていうあの、ね、あの、はい、スパイスを使うと今度は、はい、あれですね、ブイヤベースみたいになります、フランスの。でこの、今日使ったディルっていうのは割とこうさっきイケアなんて話しましたけど北欧とかね、あとロシアンのスープとかにも割とこう使われるようなハーブなので、はいはい、あのちょっとこう北欧チックな感じ あの魚のスープになっていくかなというふうに考えて、今日はディルを使ってみました。じゃあ今日はちょっとおしゃべりもつきませんけれども、はい、そうですね、しゃべっても本当にいつまでもしゃべってしまうのでこの辺にしたいと思います。今回はね、今井真美さんをゲストにお迎えして、はい、アウトドアで特別編をお届けしました、はい、今回ご紹介した魚介たっぷりトマトスープ、そして前編でご紹介した今井さんの中華風卵スープは両方とも写真付きでアイスムのサイトにも載っていますので、ぜひ作ってみてください。今井さん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。楽しかったです。それでは皆さんも美味しいスープで一日をお過ごしください。